バネッサベルの肖像がバネッサベルはイギリスの画家、インテリアデザイナー。ブルームズベリーグループの一員で、作家バージニアウルフの姉である、レズリー・スティーブン教徒、妻、ジュリアの長女として、ロンドンで生まれた。両親によって、家庭で教育を受け、1901年には、ロイヤル・アカデミーで絵画を学ぶ。 1895年と1904年に両親が相次いで亡くなり、バネッサは妹バージニア、弟トビーとエイドリアンらと共にブルームズベリーへ移り住んだ。そこは芸術家や作家など知識人の集まる場所となり、ブルームズベリーグループと呼ばれるようになった。1907年、彼女はクライブベルと結婚し、長男ジュリアンとジナンクウェンティンを生んでいる。 バネッサとクライブ夫妻はオープンマリッジを選択し、共に暮らしながらもそれぞれに恋人がいた。バネッサは美術評論家ロジャー・フライ、画家ダンカン・グラントらと関係を持った。グラントとの間には1918年にアンジェリカという娘を産んでおり、クライブベルは自身の娘として育てた。クライブは作家で芸術家、 メアリー・ハッチンソンら恋人がいた。第一次世界大戦改善前、バネッサ、クライブ、ダンカン・グランとダンカンの同性愛の恋人、デイビッド・ガーネットらとサセックス州の田舎に移り住んだ。彼女はそこで風景画や肖像画を制作した。ありがとうございます。